そうなんだ。モーターの回転数がということで、MSG スタッフ、そして友人の龍一くんのマシンを、解説してもらいたいと思います。では、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私、龍一と申します。動画を見らん、ご覧の皆さんも、はじめましてと、とりあえず言っておきます。マシンに関しましては、もう今更、説明することはあまりないんですけども、いわゆる大人のレース、カツフラレース用のイゲタ超大径です、ベースはゼロシャーシで今回作っています。もともと持っている、バンパーを切り落とし、新しく FRP を組んで、バンパーを自作し、もともとのシャーシにない強度を得る改造、が、イゲタと言われます。で、超大径タイヤ、こちらがタミヤが定めているルールの、タイヤの直径 35mm 以内、これに合わせて 35mm 以内のタイヤを自作しています。簡単な作り方は、タイヤを2層履かせるだけ、そして、ちょっとダイヤモンドヤスリで削って直径を 35mm 以内に収めるというやり方なんですけども、それだとただ重いタイヤになってしまうので、いらない部分は切り落として、こういうなんかノコギリというか回転ノコみたいな形のタイヤになります。あとはコースに合わせてですね、後ろの、ローラーとローラーの幅を、短くして作ったり、もしくはギリギリまで広げたり、あと、前と後ろの、ローラーからローラーまでの距離、通称ローラーベース、これの距離も、調整して、考えて設計して作ったりします。結構大人の手先の器用さでしか、ちょっと作れないというか作るのが難しいマシーンで、なかなかどうして今競技人口が長崎の方では少ない世界なんですけども、今後長崎の中で、逃げたも含めて、ミニ四駆の人口を増やしていきたいと、考え我々チーム NSC は活動しています。6月30日、この動画がちょっとアップロードされるのがいつか分かりませんが、2013年6月30日に、長崎市カブトガニアリーナ、体育館の方で、長崎県のメンバーのみで、タイムアタックを行いました。まだまだ長崎はレベルが低くて、他県のチームと太刀打ちできるレベルではありません。チームの中でですね、切磋琢磨して、こうすれば速くなる、ああするのは良くないといった、情報知識を共有してチーム全体のレベルを上げていくと同時に、今日は8月4日なんですけども、こうして他県の、レーサーを招いてのレースも行ったりしています。他県のレーサーからのですね、心よく教えてくれる情報、知識、経験、これを踏まえて、また新たに我々も、レベルアップしていこうと考えています。こんなもんでいいですか？素晴らしい解説だったと思います。マシンに関してはもうあんまり深くは触れないようにしてるんですけど、もうど素人なんで何を言ってるかさっぱりわからないとりあえずその、まあ、このミニ四駆やってるけど、そのまだ大会の存在を知らないっていう人もまだいると思いますよね。そうですね、マシンの、紹介はさておきに、大会の方は、今主にネットで、宣伝したりですね、ソーシャルネットワークサービスの中で、ちょっとそういった長崎の、ミニ四駆のコミュニティを作ったりしています。そちらの中でちょっとコミュニティとか、サイトを見てくれたお客さんも来てくれる、少しずつ増えてきてる状態。微力ながらこの動画で少しでも宣伝になればと。ありがとうございます。思います。よろしくお願いします。ということで、マシン、そして、宣伝をしてもらいました。これちょっと入れさせてもらって。